夜花火だけ見たい方はちょっと飛ばしていただければね、幸いなんで、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。暑い、マジで人めっちゃ多いしね、本当はね、配信しようかと思って何回言ってもぐるぐる熱暴走ってわけでもないんだけど、マジでこれどうなってんだよっていう感じなんで、ワンチャン動画になるかもしれないっすっていう感じで動画を撮っております。花火始まるとこがね、なんか係員の人がいたんだけど、マジでどこで始まるかわかんないっすね。聞かね、なんかね、流れる方向がね、みんな違うんだよね。だから本当にね、どこ行っていいかわかんないっていう、動画になるかな。本当は YouTube ライブやりたかったんだけど、マジで困ったね。じゃあ本当に動画回さないで花火までちょっとブラブラして、花火始まったらまたカメラ回すって感じ。とりあえずさ、なんていうんだろう、なんかね、駅前、駅着いた近辺とかはだいぶなんか Wi-Fi すぐポンって繋がったりするんだけど、なんかちょっと離れた駅からね、ちょっと離れたとこだとなんかあんま繋がんないなみたいな感じ、声もちょっと暑いね今日もね、てかさ、秋田さ、ちょっとオープントークで、秋田ってなんかちょっとコロナ増えてきて、割と増えてきてるんだよね。だからちょっとね、少なくてもね、警戒するべきっていう感じじゃないですか。だからちょっとマスク結構ね、こう重点的にやってたんだけど、目の前とかに、ね、座ってた、ちょっと普通列車でこう座席向かいでこんな感じで、ね、なってて、向かいの席に座ってた奥様方がちょっと大きな声で話しすぎてるっていう感じ。ちょっとそれ怖かったね。その奥様方はマスクもしてなかったから、ちょっとね、警戒したね、俺もね、コロナになりたくないからね。だからなんか今緑の旗持ったなんか先頭を歩いてる人行ったけど、あれ案内人かな。じゃあ俺もあれついておこうか、マジで。でももうすぐこれ何時ぐらい始まるんだろう。5時頃始まるのかな、花火、切る花火。ちょっと何時か分かんない、5時か5時半か、分かんないけど。あとね、暑いからか分かんないけど、救急車めっちゃピー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 なって、多分熱中症でね、ぶっ倒れた人だと思う、マジで。なんか大変混雑してるからって、往復切符買ったんだけど、マジで帰れるかどうか分かんない。お、アゲハチョウだ。往復切符買ってもね、めっちゃ帰る人がさ、やっぱ花火終わってから帰るっつってもダメ。あ、なんかこうあれ、じゃあこう大曲がりで飯食った後に電車で帰ろうっていう人もいるじゃん、結構。だからそれを見越して最終便がなんかね、0時とからしいのね、ここ大曲がりから秋田行きに行くのが。だからちょっと往復切符強制で買わされたんだけど、片道だけじゃなくて、まあ、秋田から行くとき強制で買った、強制というか往復券切符買うのを、ね、お願いしますみたいな感じで言われたから強制で買ったんだけど、買えるかな。これあんまね、その行きもまあまあ、早めに改札入ったから座って待ってたけど、割とね満杯だったんだよな、その時も。だからマジでどうなんだろうね、待ってる間もすげえ混雑しそうだね、駅ね。嫌だな、マジで。で、人めちゃめちゃいるしな、とんでもねえな。てか iPhone8 の内カメだからさ、ちょっとほんのちょっとあれかも、劣るかもしれない、10よ。10ね、ちょっと充電が20何パーセントしかないから、これはちょっと花火の時に、ちょっと撮っておきたいなってのと、あとちょっと動画の編集
もうしたいからこれちょっと撮っとこうかなみたいな。やってないんですけど、やってないというかこっち撮ってるんですけど、困ったな。なんかみんな続々と歩いてんね。あれ何なんだろう、みんな団体客、団体行こう。これもついてきてな。まあ別についていかなくても、まあそこにいるなんか係員みたいな人に聞けばまあいいんだけど、その人に聞けばまあまあまあなんとかなるっしょって感じって感じなんで、まあ大丈夫じゃないですか。花火の時はね、なるべく喋らず字幕も入れないでやるっていう感じ。いや本当はライブ配信できればよかったんだけどね。まあでも画質はね、ライブ配信よりは普通に撮影した方が、外カメで 4K で撮影した方がだいぶいいから。じゃあ行きますか。じゃあ花火の時まで、まあ、ちょっと今ね、祭りの風景とか回そうと思ってるんだけど、まあちょっとね、まあそこを見せながら昼花火に向かうって感じ。じゃあ行きますかね。こちらは有料チケットなんとかって書いてあったもんね。有料チケットなんて持ってないんだけど、あれ見んの金かかんの、花火見になって。マジで初めて知ったんだけど、マジか。近くでは見えないかもしれない、マジで。遠くでどっかちょっと見れるとこ探さないで、大変なことになってさ。有料チケットってもう当日買えるのかな、それともさっきの集団は指定席の有料チケットをなんとかかんとかって見せてくださいって感じなのかな。よくわかんないんだけど、はい、ここからも割とアフレコ多めですね。まあね、ちょっとどうなるかってちょっと絶望したんですけど、まあだいぶね、結構良かったっすね。で、見ての通りね、結構2人組とか3人組でいる人たちが多くてですね、
俺だけ一人だったんですよね、うん、見渡す限りで、こんなひどいところに一人でポツンって座ってね、まあね、俺じゃなかったらもう絶望感感じてるっていう感じなんですけど、他にいないのかな一人で見てる人って。まあちょっと俺もね、そういう一人で見てる方と一緒に見たらどうなるかなっていう感じのことを頭の片隅にちょっと思ったとこはありましたね。ここ来るまで結構疲れたってのと、あとはこういう軽食を持ってきてよかったってことですね。まあちょっとね、弁当とかだとちょっと手軽さっていう面に関しましてはあんまり、まあやめた方がいいっていう状況だったって感じですね。まあ屋台もね結構並んでるんですよ。で並ぶの大変だったっていう感じなので、でコンビニもないしね、まあコンビニの手軽なやつもないしっていう感じで、まあこういう状況を作ったんですよ。シート引いてね、靴下を脱いでこう座って、三脚も立てていい感じですよ。まあまさにね、鉄壁の要塞を立てたっていうわけですよ。しかもまたこのね、景色のいい田んぼ道というかね、この土手もあってね、こう坂、いい感じの坂あって、そこで食うおにぎりがうまいうまい。途中来るときね、オム焼きそばでしたっけね、オム焼きそばと、あとかき氷フランクフルトとか、なんかそういうの定番のやつがねあって、まあその時はね 4,5 人ぐらい並んでて、あ、 4,5 人ぐらいだったらまあ後で並んでもまあ大丈夫でしょみたいな感じで、まあちょっと高くくるというか調子乗って、まあこう座ったんですけど、結局ね、これもうちょっと時間経って、あ、行こうって、いざ行こうってなった時に行った瞬間にもうね40人ぐらい並んでて、まあこれはもうダメだなみたいな感じで、もうやめたっすね。まあこれはいかにね、事前準備が大事かってことが思い知らされたっていうことですね、改めてね。いやー、それにしてもね、なんかここら辺のスーパーかな、コンビニの食料ってさ、なんか普通1年で売り上げるっていうのを、この大曲の花火の日だけで、そう、1日で全部売り上げるっていうらしいんだよね。まあ全部の弁当とか惣菜とかカップラーメンとかっていうのじゃなくて、まあなんか手軽みたいな、まあちょっと簡単にこう食せるよ、楽しめるよっていうやつは、1日でなんかパーってなくなるらしいっす。はい、そしてこれ割れたタブレット、バッキバキに画面割れたタブレットで見るのがこちら、僕のヒーローアカデミア、ザ・ムービー。これ見てなかったんだよね。これを見ながらね、ちょっとね、昼花火まで待ちたいと思うって感じ。で、あとね、こう、ビールがね、本当は欲しいんだけど、まあ、やっぱりなんか帰りのことを思い浮かべると、まあ、飲むのやめようかな、みたいな。もしもの時が、あるからねって感じ。あと、ボディシートね、一応持ってきた。まあ、あんま使わなかったけどね。ってことで始まりますと。まあ昼花火って言っても5時か5時半後に始まるから、もう昼ってほどじゃないんだけどね。
ただいま打ち上げ現場の安全確認をしております。今しばらくお待ちください。ちょっとあれって恥ずかしかった、一人で歩いてる。そんな思ってる、うん、歩き方だったそれだろう。
行、新入りは2番上り国道沿い、予約に変化区
Thank you.
すいません、ここ字幕訂正なんですけど、ここ大会制作じゃなくて大会提供花火らしいですね。ちょっと申し訳ございません、すいませんでした。
最後までご視聴いただきありがとうございます。また見ていただければ幸いです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。高評価をしてくれ。